吉田先生に、そういう学生間で英語で戦うということの中で英語力以上にどんな生きる力を身につけるのかというその側面をお話しいただきたいと思っております。村が See, Feel, Internalize SFI モデルというところで共同して見られるやってきています。知識だけだったら、例えばカンボジアは9600万人、日本は1億2600万知ってるんですけど、実際にやっぱり接する、対面する、現地を訪れるというような体験の中で、特に高校生、大学生の若い心がつかみ、そして何かを感じるということも大事じゃないかと。それと同時に、ここにいる海君というのは、ボランティアで1週間、カンボジアの方に行きました。その経験がですね、これからどう行くのか、どう国際連携をするのか、どう僕が自分の人生を描ききるのかと、そこまでのやっぱりグローバル人材、国際化というものがもたらされるような舞台というのを考えていきたいなと思っております。特にこのエリアですね。で、我々はまあ日本の教員でして、世界の中で日本というのを見るわけですけども、昨日も授業やっておりましたら、1929年に日本の小学校の卒業率はなんと1929年世界恐慌の時なんと 92% が卒業してるんですね。でカンボジアの病状況はどうかというと、今だいたい小学校の卒業率はだいたい 50% ぐらいです。でいろんな大きな違いがある中で、世界全体のことを考えながら、教育のことを考えながら、その子たちの英語教育のことを考えながらやっていくときに、やっぱり日本が今後英語教育の中でまずどうあるべきかということでこの表を出したんですけども、賢いですね日本のは、科学的リテラシーで1番、読解力で、6番、数学的リテラシーで1番、非常に賢い、成果をしているというところが非常に弱いところもある。それは自己肯定感ですね。自分には人並みの能力があるというのは非常に低い、自分はダメな人間だと思うこと、要するに自分の責任で国内で世界に対して物を言うという、そういう、こう腹の据わりが非常に悪い。それがさっきの読解力にも出てきます。でこれ新しい英語のテスト、ニュータイフリーセンターで作っている高台連携のテストなんですけども、かなりの分量が出てきて、これが158校6300人がやったテストの結果なんですけども、中にですね、こんなのがあるんですね。合格率が 6.2% という、普通1つだけ選んでくださいという形になると結構選べて合格率が 60% ぐらいあるんですけど、 6.2 しかない部門が、これはやっぱり英語のプレゼンテーションと大きく関わっている。どうってことないんです。Among the following, the common points and the different differences described in the article are ブラブラ and ブラブラ respectively. これを、白胡椒と黒胡椒の共通点を、ここから共通点はどれですかというのと、で、違うところはどこですかというのを選ぶので、一つだけ選べということになると、かなり日本の高校生たちは6割、7割選ぶんですが、こういうふうに中に曖昧の中で自分で責任を持って選ぶということになると、なんと 6.2% しかない。だからなんとなく分かるで済む問題はできるけども、しっかり分からないとできない問題はほとんどできない。要するに勉強するけど成績が取れないことも、なんとなく分かったでやめちゃうことですよね。やめちゃうか、私はどうしたったかなと普通に考えちゃうんですけど、近くからすごく分かるようになりますけど、でこれで、ね、文科省もいろいろ調査をしておりまして、29年にですね、高校で英語でスピーチやプレゼンテーションをしていたと思いますかということに対して、こういう授業がほとんどないんです。していたという子が67万3000人いる中で、
していたというのが 14.8、 どちらかというとしていたというのが大体こんな感じで、成績と連携を見てみると、今日のテーマである一歩踏み出すプレゼンテーションというような、要するに発話、ある程度の人数に対してきちっと発話するという練習をしていた子は B1 ですね。 B1 ということは、ここはこの子たちは英検の2級レベルですね。2級レベルの子は結構そういう学習をしていた。で A2 準1級レベルの子、あ、ごめんなさい、これが準1級ですね。2級レベルの子は大体こう、大体成績が上がるに従って、そういう学習をしてきた。それでここなんですけども、で2022年に学習指導要領というのができて、まあ、高校生だけを見てみると、まあ、世界日本を意識するって何で教えるか、どう教えるか、何ができるようになるかというキーワードなんですが、この今の高校生たちは主体的対話的で深い学びを新教科論理と表現というものの中で、今まで英語コミュニケーション2だとか、なんとなく4技能と言われたものから、この新、これ新しい教科で一定多数に対して50人に対してこう喋ろうと思うと、クリアに言わなくちゃいけない。ジェスチャーもいるだろう、アイコンタクトもいるだろう、ファイルの作り方もいるだろう、そういうことも含めての英語コミュニケーション力という形で、初めて主体的に両足でしっかりと立って語っていくという、高校生、大学生を求めるという形で出てくるポイントです。で、特に立ってですね、主体的に一歩踏み出して語るということは、やっぱりオーセンティシティというのがいるんじゃないかということで、我々20年間このワールドユースミーティングというのをやってきました。どんどん言いますけども、大体会場には1000人ぐらい前で高校生たちがやってます。これは3つ目かな、はい。で、インタラクション取りながら楽しそうにやってます。First, what do we decide to talk about this topic? The bias for Korea across geography and developing countries. Several political issues. もちろん英語を使うんですけども、例えばこの子たちはソンミョンという皇后がですね、キョンボックンという皇居で言うことを聞かないと言って、熊本の兵隊に殺されたと、その後に焼き殺されたという事件があるんですけども。そういうことも日本の歴史にはないけども、韓国の歴史には、こういうふうにテキストに書かれている内容違いで、近代史の扱いが違うんじゃないかというような論議もしっかりとしていきます。JKZ, Japan. で、先ほどの大学生はやっぱりただ英語をやるだけじゃなくて、これチョンナム大学という先ほどの大学の学生が来たところなんですけども、キム・テジュンなんかの生まれた地域で、やはり軍事政権に対して彼らは反対をして、で現代の韓国を作り上げている。大体200人の学生がですね、チョンナム大学の中で殺されて、まあ、こういう状況だったということです。いろんな国に接しながら、いろんな国とプレゼンをやりながら、同時に合わせて、ベトナムの子が来ればベトナム戦争の子、まあ私は若かったんですが、戦車止めに相模浜まで行きましたけど、そういう時代があって、今の平和の時がある。ドイツの学生がもし絡むんであれば、アウシュシュビッツの問題もあるけども、なんでお金がかかるのに、難民を受け入れるのか、治安も悪くなり、二度と600万殺したというドイツの歴史を繰り返したくないという、そういうこう、グローバリズムとかポピュリズムとか、そういうものも合わせて、一緒にプレゼンテーションを考えていかなくちゃいけないかなと思います。で、
これは、プレゼンテーションの中身なんですけども、いろいろこうつながるであるとかでありました。で、事前に、こういう、スカイプですね、パワーポイントをやります、事前に交流しますけども、聞きにくかったら必ず後で音声ファイルを送ってもらいます。Let me introduce myself. My name is Chung Woo-so. Woo-so can be difficult to pronounce, so you can call me Moo. I'm a junior student. こういうプレゼンテーションの後に動画を送ってもらって、音声を送ってもらって、理解の遅れている学生もしっかりついていくと、理解していくという展開になっています。これ台湾のことをやった事前のスカイプなんですけども、そういう準備を踏まえて直接会って変化をしてプロダクトを出していく、こういうオーセンティシティの中でグローバル人材というのは深まっていくのかなと思います。これは先月行われたものですけども。 Okay, alright, so I think all the students now are ready and looking forward to your presentation. So I'll let you get started. We'll begin with the introductions. Is the name from Taiwan to the WIN? Go ahead, yes. Okay. Hello everyone. We are students from National Hosan Yat-sen University. We are so pleased to join the WIN 2000.で、こういう録画をですね、この一緒にやってるグループに流して、台湾の学生の今の英語も知りますし、台湾の女性の地位の扱いも、どういうふうに差別がある、あるいはないということも学習をしていきます。これは、来週やりますカンボジアですね。カンボジアの女性の地位について、いろんな協議をしていく。でそういう事前のお互いの C というレベルの、展開をしながらこうやって進みます。でもちろんその中でやっぱり効果的にしっかりつながる英語プレゼンテーションということについていくつかの知見が出てきます。それを我々は大事にしながら日々の授業を展開をしています。ちょっとご覧になってください。 Now in 2016Our lives are filled with a lot of technology. AI has especially developed rapidly. AI means artificial intelligence. To answer this question and open the door to the future. で、この学生は一緒にやっています、福井県の商業高校の方なんですけども、やはり皆さん英語関心ある方があったから、あれだけのことでも結構きちっとやりますね。Artificial Intelligence、 きちっとキーメッセージを伝える、動作がある、ファイルはアーティフィシャルインテリジェンス、こういう非常にこうソフィスケートされたプレゼンが高校生、大学生も学び合いの中で出てくる。1999年に始めた頃は I'm very pleased to be here with you today. My presentation title isなんかお念仏かモスキートリーディングか、もう1999年ですから、それから始め20年前はそうだったんです。今はご覧のようにそれをこうシェアしていって伝えるっていうのはどういうことなのか、やっぱ何よりも気持ちがこもる、何よりも聞いてる人にあっそうかと思ってもらえるようなこう力強さを出していこうということで、子どもたちはいろいろ工夫をするようになりました。まあ、何よりも、この後森田さんの方にやってもらいますけども、しっかりと、期待できると思います。でプレッシャーじゃないよ、自由にやっていいんだよ、楽しむのが一番。はい、次行きましょうか。それでまあいろんないいアウトカムが出てくるんですけども、ここに立命の子たちがいますけども、事前対面授業ということで、ICT を使ってですね、これは吉田先生とも共にですね、いろんな機器を使うということが非常に大事で、特に海外へ行くだけではということではなくして、浅川さん先生の中で出てくると思いますけども、何かをきちっとやらせるということが重要なんだろう。
これはですね、ニューヨーク大学もそうですけど、早稲田大学、本庄、神戸大学附属、立命館、それぞれワールド、あるいは台湾で20年間一緒にやってるところなんですけど、こう舞台がですね、学内でもやってますけども、ネパールであったり、オーストラリアであったり、ベトナムであったり、いろんなところの中で、英語を使って、ストラグ、戦って、新しいものを作って、その中で相手のことも理解し、ベトナム戦争も理解し、台湾で引き上げるときに、台湾から引き上げるときに、誰一人とも殺されなかった。しかし北朝鮮から帰ってくるときには2万8000人の日本人が殺されたとか、そういうことも含めてやはり今後のことを考えていくという、英語で考えていくという、そしてグローバリズムについて考えながら自分の人生を探していく、そういう舞台を学校の授業以上に作りながらやっていく。で、我々は大人ですから、エデュポートというような形でそういう活動の中に学生も入れながら、カンボジアとつながりながら展開できるんじゃないかなと思います。はい、それでは、ここで、森田さんの方に、舞台を移して、森田さんがいろんな経験をしながらですね、まあ、英語もちろん素晴らしいんだと思うんですけど、今日初めて来ますけど、素晴らしいです。浅川さんの立派なところは、帰国資料を連れてこないんですよね。で、必ずそういうなんか生まれ持ったものじゃなくて、非常に苦労しながら一生懸命身につけて、本当に今後に向かう願いのこもったプレゼンというのをいつも浅川先生と生徒さんに見せてもらって、我々は原動機づけられるんですけども、それではごめん、ちょっと前置きが、はい、よろしくお願いします。ちょっと待ってね、ちょっと待って、番号1秒、5-4 5-2、待ってる間に森田さんは実はこの先週の日曜日にシンガポールに週5ほど行って帰ってきて、そこから昨日の5時、夕方の5時ぐらい、5時半ぐらいからジャスティンに備えようとして やってくれました。どうぞ。 Okay, so, hello, I'm Shiori Morita from Miss Megan High School. I'm so glad to be here today and have an opportunity to share my experience with you. So firstly, let me talk a bit about myself. And these are actually the international programs which I attend for the last 2 years. And the first one, Kansai Global Exchange Program, is in Japan, and we had a lot of activity in Thai student. And JSSF is one of the science fair in my school. And ASEP 2016 and 2017, which Kageto sensei already introduced, and the Indian exchange program, that was actually really interesting. And then KSA International Science Exchange Program, that is as its name shows, it's about science. We had a kind of science workshop there. And US Advanced Exchange Program, I've been to Texas, and afterwards, I also visited the San Francisco. And then the ISSF is International Student Science Fair, and that is also one of the biggest science fair for high school students in the world. And the World Youth Meeting and Emirates is one of the Thai high school, and JSSF again, and ASEP again, and SSG Science Workshop. I've been to Canada for 3 weeks and viewed it for local high school every day. And then the last one is what the Asakawa sensei told, that I just came back last Sunday from that. So I'm gonna talk about it later on. And then,
Okay, so luckily I could have those kind of wonderful experiences, and I'm so grateful my parents and the teachers for giving me these chances. Through these international programs, of course, I'm sure to have improved my English ability and deepen my understanding for international affairs. But actually, there are much more remarkable progresses, and one of them is the leadership, which tells me how to manage the group activities. Like, I mean, not a game, but like much more academic situation, like an English discussion. For example, in the World Youth Meeting or in the ASEP, we made a team with the Taiwanese friends, and having discussion with them, we often faced a lot of difficulties to find suitable solutions. And even our goal is the same, the way to reach it will be quite different. And struggling, suffering, and sometimes arguing with them, like I have managed to find a way to break through it. And through this experience, I'm now very confident that I got a wonderful ability that society currently demands us with. That is, 問題解決能力. Secondly, that I'm going to demonstrate the presentation which I did in Singapore last week. And before starting, let me explain a bit about the topic in Japanese. ということで、私は先週1週間、ブレインキャンプ、NUS ブレインキャンプっていうものに行ってきたんですけど、この名前から分かる通り、これは全部脳科学の話で、そこで毎日いろんなレクチャーを聞きながら、最後の日には、それぞれの国、ASEAN の国各国と、あと中国、日本、韓国、インドから学生が来てて、でみんなそれぞれトピックが割り振られてて、そのトピックについて論文を書いて最終日にプレゼンをするっていう内容でした。で私たちのグループは、プラセボ効果とかプラシーボ効果っていうものなんですけど、皆さんご存知ですか？一応説明すると、プラセボ効果っていうのは、例えばこれがお薬だよって言ってお医者さんからもらいました。でもそれは例えばただただ普通のタンパク質とか砂糖の塊みたいなものであっても、普通に薬をもらった時と同じような回復を見せる、そういう効果とか現象のことを言うんですけど、でそれについて私たちは調べて、あと少し実験もしてこのプレゼンを作りました。で4人でやったプレゼンテーションなんですけど、今日は私のパート一番最初なので、それだけちょっと皆さんにお見せできればと思います。ということで、Hi, I'm Sherry, and my team members are Nonoka, Soda, and Koki. Our presentation is about the placebo effect. The placebo effect occurs as a response to expectancies or preconceptions, so it can be said to be a learned response. Under the placebo effect, a sham treatment still provides pain relief or helps to cure disease because of person's preconception.Actually, the mechanisms of placebo effect are not entirely understood. The neuroimaging techniques like fMRI and PET, positron emission tomography, have assisted in revealing the neurobiological mechanisms of placebo effect. Using these techniques, it was found that several brain regions related to sensing pain, the yellow part, are activated less due to the placebo effect. This phenomenon is known as placebo analgesia. However,higher activity in anterior cingulate cortex and anterior intra, the lip part, which is also associated with pain, was also reported during the placebo analgesia. Therefore, the mechanisms of placebo effect can be said to be really complex. And there has also been some research indicating that preconception can play how placebo effect works. And this is the end of my part of presentation, and then I'd love to move on to the next part. Okay, so then my third topic is science and English. Like, I believe science have a lot of
ability and great power to change the world and solve global issues. And I would love Japanese scientists to contribute more in the global field of science. And to do so, what necessary is brush up their English ability. Nowadays, science requires us to cooperate over various spheres, and thus scientists should deepen their knowledge or deepen their research through the English communications. So, and after that, they should get out the lab and compete with the other researchers from all over the world. And of course, I love to do like that. Yeah, and this is my end of my presentation. Thank you so much. ありがとうございました。途中の部分で私わからないところもありますけど、それは私の知識のなさなのか、あなたがちょっと緊張して早くしゃべりすぎたのか、ということで、まあ、今日大変やってもらっうまくやってもらったんですが、まあ、こういうことで実際にある高校の生徒がやる他の先生がですね、ちょっと早すぎるんじゃないかとか、あの単語レベルが難しいんじゃないかとか、何よりもインテリジビリティ、我々アジアで集まってやってるんで、きちっと伝えるってことが大事だろうということで、まあ、ダメ出しを相互にやりながら、今のようなプレゼンをさらにこう良くしていく。で、とっても良かったのは、やっぱり脳みその図がね、very effective to follow up you, what you want to deliver。いや、ああいうふうにアジア的な言葉だけじゃなくして、図を見せながらきちっと、ビジュアルファーストで、きちっとこう、うまくコンビネーションを取りながらやっていく。そういうことが我々20年間のやっぱり主にアジアの人に伝えていく英語だったんだかなと思います。海君、You also have experience as a presenter. What could you find from your experiences? Yes, I joined the World Youth Meeting and also AACP and.The World Youth Meeting and the ASEP functioned very well as a real opportunity to use my English competency to communicate and to achieve a goal with working with people who have different cultures. And as he mentioned before, I also learned that intelligibility, in other words, speaking clearly and good use of simple English is the key.For Asian students, EFL learners. Yes. Thank you so much. カレーを呼ばわりされてしまいましたけども。はい。ということで、まあ、彼らは結構カンボジアとかでいろんなところでアジア人としゃべるというか、割とこう丁寧にゆっくりしゃべる。で、まあ、英語を勉強するということはそういう言い方もしゃべるんですけども、やっぱりコミュニケーション、森岡さんもおっしゃったように、ストラグル。コンフリクトリゾリューションという場面、オーセンティシティがあって我々の発信力というのが人間力につながるんじゃないかということです。日々の授業もそうですが、どうぞ皆さんここは一緒にですね、我々とこういう取り組みを一緒に夏の3日間やってみませんか。台湾での4日間5日間そこに飛田先生いらっしゃってずっとここに10年間台湾の工事を進めてらっしゃるんですが、そういう素晴らしいオーセンティシティの中で子どもたちが伸びるんじゃないかなと思います。はい、次にお待たせしました、カンボジアの教育の状況。カンボジアも素晴らしいところはですね、日本の、対話的な学びを我々は現地で実践をしてるんですけども、カンボジアはね、男女平等なんですね。男と女の子は仲が良くって堂々と意見を言い合う、フィリピンのような雰囲気があるんで、非常にこう民主的、地理的な国家ですが、しかし残念ながら、フン・センがですね、中国寄りということで、ちょっと、もっと民主主義の力が
本当にいいなというところですけども、それでは主に、今日は山西先生の前で緊張していると言ってたんですけども、教育工学会と共に取り組んできましたカンボジアの英語の状況をお伝えいただきたいと思います。どうぞ、would you please start? Yes, with your lovely smile. Smile first. Good afternoon, everyone. Yes. Jessica, they are checking. Okay. Once again, I would like to pay my respect to the Professor Yoon Shida, the principal of Kansai University. Yes, and Dr. Taketo Makoto is Chair of International Affairs. All teachers and ladies and gentlemen, good afternoon. I would like to introduce myself again. My name is Longra Tha. I'm a teacher trainer at Cynthia Thompson Teacher Training College. Today, I'm really honored to be here, Osaka, Japan, and this is my first time to present you about the Edupod Nippon project. Yes, as we have known that English is an international language for communicate with the people all around the world. So the project is focusing on teaching and learning English. But teaching and learning English only is not enough. So it must go together with ICT. So let's move direct to the slide. In order to make education better, our school, Cynthia Thompson Teacher Training College, we have cooperated with the various international partners such as Korea, Japan, America, Norway, and Belgium. And you can see this is the picture of our partner. On the left side is Korea, and this is with the picture with Professor Taketo, and also with Thai people. Yes. According to the Edupod Nippon project that has been implemented under the collaboration with Cynthia Thompson Teacher Training College, Japan Society for Education Technology, and also with Yoshida Yoko conducted by Ministry of Education Japan. So we have achieved as the follow. First one is the activity that saw about the Japanese professor and student conduct their visit to PTTC primary school and also the secondary school. We have three pictures here. Yes, and also to support English education in the better way, the projects provide certain instructional materials such as a 6 computer, 2 LCD projectors, and 3 projector screens, 3 speakers, and 1 printer. Yes. Let's move to the next. And this is the activity show about the English teacher applied the useful teaching method that instructed by Professor Dr. Professor Taketo. Yes, and we teach our student how to install ICTs in English class. And this is the picture shown about the teacher with her with the teacher trainees at PTTC. And also we have a 1 week old. Please watch the video. No sound. Let's watch then. Yes.
Yeah, this is the activity that the student do the collaboration and interactive learning in the class. And also, this is the one teaching method that we use in class. And they are the second year students. They are graduate in, they are graduating on August. Yes. And this is one more English teacher that she's applied the useful teaching method with the teacher trainees at the Provincial Teacher Training College, Simbio. And also, this is the same way that we introduce and we teach our students how to install ICT in English class. We have one more video. Please have a, please watch video. Yes, this is she was teaching about the video clips is not switched on. ICT that Professor Kaketos instructed us, there are two. One is video clips and one is switch on. And the first video is talk about the switch on, and this is the second about the video clips. Did you let go next? And this is not the teacher trainer, but this is the teacher trainees that she conducts her teaching demonstration by using teaching method regarding video clips. And they were assigned to be the primary school teacher and the pupils. This is the video of her demonstration. The teacher don't speak all in English. They speak some Khmer language and some in English. For the English, she focuses only on the main sentence that she will transfer to, she will transfer to her students. Yes. And this is one more teacher trainees that his teaching his teaching demonstration by using ICT in the classroom, and also he was assigned to be a teacher at primary school and also the pupils. About the teacher trainees do the demonstration in front of the whiteboard. They are pretend to be the student at primary school in grade 5. And this is the one of our teacher trainee that she conducts her teaching practicum at primary school, and also at the same time she applied the new teaching method by using video clips and switch on and how to install ICT in English class. And this is the picture from the primary school in Siem Reap province. Yes, and also we have four Japanese students, and between January and February, we have four, and they go there to teach English and in collaboration with teachers.
teacher, PTTC English teacher. And this is the one of four Japanese students. His name is Kai. Yes. And the teacher on the right is talk about the activity that she did, the demonstration in the class. And the picture below on the left side, this is the farewell, the time to say goodbye to Japanese students. Yes, according to what I have mentioned about, we have achieved the following. One is English teacher have gained new experience of teaching method by using ICT. We have video clips and switch on and also apply it with teacher trainees so that we can make improve English teaching learning style is more effectively. Yeah. So after we have learned this teaching method, so English teacher have learned a lot of new experience from this teaching method. And the second, teacher trainees have learned and understood well how to install ICT in English class for teaching primary students as soon as they graduate. So for second year students, we have 200 students and they are graduate very soon. And after they graduate, they will apply this teaching method with the student at primary school. And the third, not only does this method that make the teacher trainers and the teacher trainees enjoy the ball, but also it's enjoy the pupil at primary school. And one more, the school visit in the ball to both Japanese professor and students see and understand about real situation at primary and students' learning styles. Five, both Japanese and Cambodians could learn and exchange our culture, teaching method, and we could also share experience from one to another. And teaching material provided by the projects could improve English education in a better way. And this is the evaluation for four Japanese students. Yeah. For the 6 week of the for the 6 week that the Japanese student have practiced teaching English at our school, we have noticed that they are very punctual, smart, lovely, collaborative, friendly, and also they are very helpful. And they have gone on well with their peers, with the PTTC teacher trainer, and also with the teacher trainees. And they try very hard to improve their teaching performance with passion to completely achieve their mission in Cambodia. And they really did an amazing job. Okay, thanks so much, Lota, English teacher Lota. Thanks for nice presentation. We'd like to ask you a few things. So besides a Japanese group, Japanese volunteer group, Japanese professor from the EduPort sent by the Ministry of Education, when it comes to other organizations, Korea or Norway, what kind of activity are they doing to support your English activities? Of course, besides Japan, we have the other partners such as Korea and also Norway and Belgium. The activity that we do for the Korean organization, like we do the study tour, we have the English teacher, but the teacher and also the student from PTC go to Korea and we can do the culture exchange over there. Yes. And also we go to observe the class in Korea, yeah, with the school that we have cooperated. And also we do the activity like charity activity at the primary school in Cambodia. The project the not like the school material to the primary school now. There are 170 primary school that the projects don't donate the school materials. Yes. Okay. Thanks so much. Okay. And one more, we have the activity with the Norway and Belgium. The Norway and Belgium, we get the students from Norway and Belgium
to teach English at our school. And during this activity, the Norwegian and also our students can learn from each other about culture and also focus on English speaking. というより、韓国とかあるいはノルウェーとかベルギーとかですね、そういうところも、まあ、学生を韓国に招待して一緒にエクスチェンジ、カルチャルエクスチェンジイベントをやったりとか、一緒にカンボジアの小学校にですね、ノートとかを配ったりするという、まあ、英語教育なんですけども、やってくる韓国、日本の学生はやっぱオーセンティシティとして英語を使って何々をするという大変重要な場面になっていると。そういうことで我々はボランティアもさせてもらっているということです。来年の1月には、立命のあの子たちが、そして私の大学の学生が、おそらく関西大学の学生もですね、このティーチャートレーニングセンターで、ICT の指導のボランティア、もしくは、英語の喋る一つの ICT エデュケーションのサポートであるとか、そういうところで新しい英語活用のフィールドを、もデザインをしていきたいなと思っています。海軍、do you have experience as a volunteer in the TTC?、After doing that,、how do you conclude your activity? Yes. Yes. For me, that was a great occasion to come to know how English works.And why we should learn English. Also, working with teachers and students in Cambodia, and through this experiences, I can acknowledge a sense of globally minded person. I believe. Okay, thank you so much. ということで、まあ、しょっちゅうしゃべらせて、こう慣れさせるという教師としての愛情もあるわけなんですけど。いきなり振るっていうのがいいですね、はい、それで答えて初めて会話力ですから、はい、それではということで、カンボジアとはこれから我々も付き合ってきますし、この8月のですねワールドユースミーティングにはひろた先生の学校からやってきます。そして日本の学生と戦ってプレゼンテーションをして、あ、日本の電球は途中で停電になったりしないんだ、いや本当にそうなんですよ。そういうところから始まるんですよ。私は TTC 行きましたけども1時間4回ぐらい停電になりますからね。もうそうなってくるともう、プロジェクターなしでもう笑顔とこのアクションだけで40分間やっちゃうってこともいろいろやりましたけど、はい、それでは、次にですね、ワールドユースミーティングには来ていただいて一緒にやっていきます。それでは、そのワールドユースミーティング、その他にも、今後の方向 SGH スーパーグローバルハイスクール数ありますけれども、その中で、いろんな企画をされている次のステップは何なのかという形で浅川先生にお話をしていただきたいと思います。先ほどと森田さんは、在学中に9回も海外に出てそういう真剣勝負をやって現在に至るということですね。どこから金が出てるのかということも最後にはちょっとお伺いしたいと思うんですが、はい、最後にお願いします。それじゃあお願いします。浅川でございます。よろしくお願いいたします。その質問で話してもらいます。では、先ほどの モニターが映るのを待ちながら、森田さんのプレゼンを見ながら何点なんだろうなと評価するんですけれども、時間がある、時間の制約もあるしというので、まあ、真ん中の、シンガポールの報告のところに来ると彼女は安心したんですよね。安心して、でそれでそのずっと自分がやってきたことなので、ネットレグ頭に体に染み込んでることなので、早口になったっていう、まあ、かけとれずに起こしてきまいりましたけど、まあ、あれはプレゼンとしてはかなり点は低いですよね。もう少し分かりやすく相手に伝わるようにということが必要だと思うんですけれども、でこれです、お願いします。で最初と最後、まあ、3つのパートに分かれていて、最初と最後は彼女自分の言葉で考えながら喋る。でそこは私はいつもそこを評価するんですけれども、プレゼンというのは
一種のサプライズだというふうに思っているので、サプライズのない経験はダメだというふうには伊藤先生も言っているんですけれども、やっぱりその覚えたことを一生懸命練習すれば、真ん中 NUS シンガポールでやったプレゼン、そこまでは到達できるとは思います。ただそれをこの自分の言葉で、語りかけるということをがしっかり、まあ、彼女ができるようになったのが素晴らしいなと思っています。まだ出ませんか。実は今日はちょっと人を楽しみにしていることがあって、今日は落合、私が最近追っかけている、頭の中で追っかけているだけで実際に体は追っかけてないんですけれども、落合陽一さんのデジタルネイチャーという本が今日出版なんですけれども、つい最近これも東京で1週間前に東京で行った話なんですけれども、本気の筑波大ということで、筑波大の本気ということですか。落合陽一さんが中心になって、筑波大がエクステンションを21回シリーズですか、エクステンションをすると、受講生を募集すると、皆さんいくらだと思いますか、受講で ご存知ですか。10人集めて1人350万、1人350万の受講料で10人集めて、筑波大のエースが投入されて、一生懸命というか必死でこれからの教育について語り合おうという、そういうエクステンションも落合陽一さんが設定をした。やっぱりその今までその既存にあるようなことを学校がやって、いつも生徒に言って生徒にはバカにされてるんですけども、あと10年後に学校はなくなるというふうに言っています。教師も10年後にはそういう仕事はなくなるだろう、私はちょうどもう10年もあとは教師をやっていないのでラッキーだという私と言うんですけれども、本当に既存の教育、いわゆる普通の学校というものはなくなっていくだろう。もうせっかく4年前にこうした綺麗な立命館、中学校、高等学校なんですけども、10年後には不要になるからっていうふうに言ってると、いろんなところでお叱りを受けるんですけども、まあ、じゃあそのこれからの学校として存在価値は意義はどこにあるのかということを皆さんと考えていけたらいいかなというふうに思っています。立命館としては、もう今回お手元に立命館のパンフレットが印刷されているんでしょうか。先ほど SSH、SGH、彼女は SSH の3年生ですけれども、SGH、大学としてもスーパーグローバルユニバーシティということで、立命館大学、立命館ユニバーシティ、エイジアンパシフィックユニバーシティは選ばれていますけれども、その中で4年前にその英文のパンフレットを作ったんですけれども、そこで、これは私が、ビヨンボーダーというのは立命館の更新のロゴで、そこの、に出てくる英文はほとんど私の創作なので、みんなこれを使ってる、私が作ったということを知らずに皆さん使っておられるんですけれども、グローバルリーダー育成のために3つの C をコラボレーション、クリエーション、コントリビューションとアワールドピースということで、これはやっぱり3つの柱になるんじゃないかな、こういったものがグローバルリーダー育成の時に私たちで考えておかなければいけないことなんだろうなというふうには思っています。で、向かって右がインドで、インドの学校で、に行ったときと、左はアメリカの学校ですけれども、そこで両集合の写真を写しています。で、やっぱりそのいろいろと飛び出していこうということがこれから大事ですよね。で、これは今年撮ったある時の5月 の終わり、6月の頭の、立命館高校1年生のある教室の風景です。で、ネイティブ彼はカナダ人ですけれども、カナダ人の教師と日本人の教師をティームティーチングしています。この姿を見て、これはやっぱりおかしいな、いけないなと思わないといけないと思うんですよね。30年間この姿が変わっていない。1987年にジェットプログラムができて、彼もジェットプログラムで来た一人ですけれども、その時はすごいな、画期的だな、英語喋らないとっていうようなことを思いましたけれども、その姿が30年後、今こうして普通の教室で普通に行われている。やっぱりこれは、これがまた黙っていれば、このままこの10年間、20年間、この状態が続いていく。もうこの状態ではいけないなという、すごく危機感を持って、持たないといけないなと私は思っています。で、それでですね、例えば、こうなっていったらどうなんだろう。これは先ほどのアメリカの学校ですけれども、アメリカの学校でペアワークをしているというか、グループワークをしている。左は、これはフィンランドですね。フィンランドのヘルシンキの学校で同じように混んでいる。やっぱりこうなって、こういうところでこういうグループワークをしていると、日本の教室の中で、意味もなくといったらすごく失礼
礼な言い方ですけれども、その事業をこなすためにペアワークとかグループワークしているよりもはるかに目的意識を持ってアメリカに行こう、目的意識を持ってフィンランドに行こう、そしてその中でいろいろディスカッションしようということで生徒のモチベーションが上がるんじゃないかなというふうに私は思っています。これはこの写真自体は去年の写真なんですけれども、シンガポール NUS ナショナルユニバーシティのシンガポールサイエンスマスメアネックスというシンガポール一の進学校の学生、その学校と交流をしているということもあって、その学生が日本にうちの学校に来て、で単に文化交流歌ったり踊ったり、授業参加してっていうことではなくて、基本的に何らかの形でここはサイエンス数学科学の学校なので そこに基づいたプレゼンをしてもらっています。対象の生徒は SSH 関係の生徒なんですけども、一生懸命聞いているという状態ができています。こういうことによって実際にシンガポール人の人の英語力、それから発信力、そういったものを自分の身に体感してもらおうという設定、場面設定を数多く設けるようにしています。これはですね、奥に赤い服を着ているの森田さんですけれども、実際にワールドユースミーティングの時にこれみんな携帯をして遊んでるんじゃなくて、一生懸命みんなでプレゼンを作ってる状態ですよね。その台湾高尾女子とうちの立命館の生徒が一緒にプレゼンを作っているという様子です。音があまり流れないですね、映像だけ見ていただいたらいいんですけれども、こうして右が男子ですね、高尾男子の子たちがとうちの子たちがこう一生懸命こうプレゼンを作っている。でそれがこういったリラックスした状態で作っていることから、もちろんコンピュータールームに行けば、コンピューターを横にして、それこそ先ほど森田さんが言ったような、何でしたかね、struggling, suffering, and そして、arguing ですね、もがき苦しみながら、時には喧嘩しながら一つのプレゼンを作っていく、コンフリクトソービングですよね。そういったことがワールドユースミーティングとか SF とか、いろんな外国の人たち、海外の人たちとコラ